はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の英語 I am の使い方についてお送りします。で、前回まででね、英語のルールとか、まあ、大文字小文字とか勉強してもらったので、こっから本格的な勉強が始まっていきます。で、今回ポイントを含めて全部で11問問題がありますので、一回ね、ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はタイトルにあるように、この I am、 これの使い方についてやっていきます。で、まずね、もうポイント最初がそれが書いてあって、ごめん声が、まず I am、 I am ほにゃらら、まあ、ピリオドっていう、こういう書き方をすることによって、日本語で私はほにゃららですっていう、こういう意味になります。もう今回覚えてほしい一番はこれね。 I am って使うことによって、日本語の私はほにゃららですという意味になると。で、せっかくなんでもう一個です。前回やったこの単語で、これちょっとツッコミが入ってたんですけど、これね、今教科書だと not のが多いんですね。自分 not で習ってて、まあ、参考書とかチェックすると not と not 両方書いてあったんですが、ちょっと not でいきます。ごめんね。これ I am not ほにゃららって書って、ここに am の後ろに not が入る。これでセットで書くと、私はほにゃららではありません。まあ、前回否定文ってやりましたね。否定文の時はこの not をよく使うよ、まあ、これがね、あのアイテムとして使うよっていう話をしましたが、今回は I am、 これで私はほにゃららです。 I am not、これで私はほにゃららではありませんという文が作れるので、これを覚えていきましょう。で、もう一個ね、いっぱいあって申し訳ないんですが、今やった I am ってありましたね。これ短縮することができます。英語はですね、いろんな短縮があって、どういうことかっていうと、 I am って2個の単語がくっつくの、くっついて1個の単語になります。そうすると I は同じなんですけど、空中に浮いてるカンマ、これアポストロフィーって言うんですけど、こいつに M、 これで I'm って言います。書いとこうか。 I'm、 この I'm は I am がくっついたもの、だから同じね、 I am と I'm は同じなんですが、くっついたものなんで、それも覚えておきましょう。いいね、これがポイント。では実際ね、解いていきたいと思います。で、まず今回穴埋め形式、まあ、みんながね、学校でもらったワークとかさ、参考書とかでもありますけど、2本線があるで、組って書いてあって、この一個一個に単語を書いていくと。で、今私は組ですっていう文を作りたいのね。で、今やったように、私はほにゃららですでしょ、だから I am を使おうと。でもそのまま書いちゃうね。だからここに I am って書けば、I am クミってなって、私はクミですって文章が作れますよって、こういう風にやっていきます。で、次も見てもらうと、私はタケルですと。で、一本だけ線があって、タケルって書いてありますね。で、あれ一本しかねえと、私はほにゃららですだから I am にしたいんだけど、書けないじゃん、 I しか入んないみたいな。そうなった時に、あ、 I am とI'mが同じものだから、ここ一本しかないんで、今やった I'mにすれば、 I'm タケルと言えば、私はタケルですというふうに言うことができます。だ、結局自由に書いてねって言われたら、 I am を使っても、 I'm を使ってもどっちでも OK なの、みんなの好きな方でね。できれば I'm 方習って、慣れてほしいなとは思いますけど、ただこういう風に線の数が決まってしまっているときは、それに合わせて答えを書かなければいけないので、この辺気をつけてください。で、次ですね、3本線があって、遥かが書いてあります。で、日本語を見ると、私は遥かではありませんと、つまりこっちだね、ほにゃららではない否定文の方を作りたい、だから I am not を入れる必要があるので、 I am not、 I am not はるかと
といえば、私は遥かではありませんという文が作ることができます。いいね、こんな感じで。もう一個行きましょう。じゃあ私は楓ではありません、同じだね。じゃあ I am not 使いてえなと思うんだけど、2本しかないと、あれ入んない、じゃあどうするって言ったら、さっきと同じ I am は I'm にすることができるので、I'm not 楓といえば、私は楓ではありませんということができます。いいかな。で、ここでちょっと一回話を切って余談になるんですけど、よかったらね、ちょっと覚えててほしいことがあって、今、まあ、not を使いましたよね。で、not ってこの先いっぱい出てきます。いっぱい出てくる。あの、次回の動画でも出てきますけど、で、その時に、NAT ってね、いろんなものとくっついて短縮作る、あの、できるんですよ。そう、すごい NAT って短縮できるんですけど、実は、AM と NAT は短縮ができないのね。だから今だけ、ここだけ聞いてるとさ、あ、ふーんで終わると思うんですけど、他に出てくる NAT がいろんなものとくっつくことができるんですが、こいつは、こうやってくっつくことができないので、アムナットはくっつかないんだよなっていうのを頭の片隅のどっかで構わないんで、ちょっと覚えておいてください。いいかな。では次です。こんにちは、私はサキですという文で、例えばですね、まあこれはそこまでやる必要ないんですけど、この先英語ね、いろんな勉強をしていって、で穴埋めとかやるじゃないですか。その時に例えば今アムとサキが書いてありますよね。でサキっていうのは人の名前なんで、ここにサキ書いてあるから、書いてあるものを日本語で×をつける癖をつけるといいです。これ最初の方はね、あの、できるようになったら全然必要ないんですけど。で、ちなみに、アムっていうのは、これ、ほにゃららですって意味を持ってます。アムはです。だから、ですはもう書いてあるよなって。で、あと足んないのは、こんにちはと私はが足んないの。まあ、今はね、I am の勉強してるから、ここにアムがあればさ、一個前はまあ、I だろうってことで、まあ、これ I で正解なんだけどね。まあ、こうでいいんだけど。あともう一個、こんにちはってありますよね。で、これがここに入ります。で、こんにちはは、これでハローですね。ハローって。もしくは、短い、これでも OK です。これ、はいって言うんですけど、Hi, I am Saki って言えば、こんにちは、私は Saki です。みたいな感じにできますので、まあ、せっかくなんでこれ両方覚えておきましょう。Hi とハローね。こんな感じです。で、次ですね。こっから3つは、今のポイントの I am とか I am not 関係ありません。ないんですけど、だいたい教科書、ここのね、I am を勉強するときに出てくる単語。単語とかまあ文だね。なので、まあ、せっかくなんで覚えてほしい。で、何かっていうと、これ、お会いできて嬉しいです。会えて嬉しいよっていうときに使うやつ。で、これはですね、この4つ。ちょっと多いんだけどね。この4つセットで書いて、この意味になります。さっき書いちゃいますね。で最初大文字なんで、これでナイスと言います。ナイス、トゥー、もう全然知らない単語になっちゃうんだけど、これでミーと、こう、ユー。ナイストゥーミーチューって言います。これで、ナイストゥーミーチュー。これでお会いできて嬉しいですと。いう意味になりますので、まあもちろんね、みんなが使ってる教科書というか学校の先生がこれを全然出てこなかったら、まあ無理に覚えなくてもいいです。この3つは特に。9、10、11はね。ただ、中学3年間の中では必ず出会うものなので、まあ余裕があったら覚えてください。学校でやった場合は絶対覚えよう。テスト出されるかもしれないからね。Nice to meet you。これでお会いできて嬉しいです。もしくは、はじめましてって訳してあるかもしんない。みんなのもらったプリントとか教科書とか。自分はね、お会いできて嬉しいですのが、あの、印象が強いんですけど、これどっちでも使うので、まあ覚えておいてください。でね、例えば誰かに会うじゃないですか。お会いでき、会えて嬉しいよって言った時に、まあ、その言われた側の人、相手ね。だから俺がみんなに言った場合、みんなもさ、あ、こちらこそ会えて嬉しいですって、まあ社交辞令でも言うじゃないですか。で、その時の、Nice to meet you って言われた側の返事ですね。返事。で、これ。まあ、こちらこそお会いできて嬉しいですよ。エミーみたいな。まあ、名前つけましたけどね。エミね。っていう時は、Nice to meet you。まあ、これ同じなんですよ、最初。ちょっと待ってね。Nice to meet ね。
ここまでは同じ、返事は。ただ、nice to meet you の you の後ろに一個足されてて、too がつきます。これ nice to meet you too って言います。だから too って二つあるんだよね。ここも too でこれも too なんだけど、こっちが o 二つ目。nice to meet you too って言うと、こちらこそお会いできて嬉しいですっていう返事の方になりますので、これはセットで覚えます。ここね。まあ、英語の勉強を始めたばっかりでね、こういっぱい並ばれるとうわーって思うかもしれないんですけど、ちょっとこう頑張りましょう。で、今10番みたいに、こう人の名前を付けたいとき、エミに対して言うときね、こちらこそお会いできて嬉しいですよ、エミって言いたかったら、カンマをつけてから名前です。こっちにはつけてないですけどね、もしなんか名前つけたかったらさ、これまあエミつけたかったら、nice to meet you、カンマ、エミ、ピリオドにすれば、お会いできて嬉しいです。エミっていうこともできますので。まあ、こんな感じ。いいかな。で、ラストです。で、これ、もう一度言ってくれませんかっていうやつ。これは、まあ、教科書とかね、使ったら覚えてください。一個なんだけどね。これで、パードゥンって言います。で、これは最後。ピリオドじゃなくてクエスチョンマークになります。パードゥンって言うと、もう一度、ごめん、もう一度言ってくれるって。相手が言ったことが聞き取れなかった時とかに、あ、もう一度言ってっていう時に使えます。パードゥンっていうね。いいかな？で、前回英語のルールをやった時、ちょっとね、付け足して喋っちゃってごめんなんだけど、言った時に、その文の最初は大文字ってありましたよね。まあ、ずーっと大文字になってますけど、P も大文字、N も大文字になってます。これは絶対ルールね。で、もう一個、人の名前とかさ、その固有名詞の最初は大文字だよ、みたいな。人の名前だから、楓の K が大文字だし、久美の K、タケルの T は大文字になってますと。で、もう一個実はあって、まあ、ルールってわけじゃないんですけど、この I am の I、これ、私はって意味を持ってます。書いておこうか。愛が私はね、アムがです。だからくっついて、私はほにゃららですになるんだけど、この愛は、文の途中でもどこでも大文字です。これ必ず。だからこれ、カンマの後ろ、文の途中なんですけど、愛は大文字なの。つまり、なんか書くときに、愛、アムっていう愛が小文字になることは絶対ないです。だから愛は絶対大文字になるっていうのを覚えておいてください。で、ラスト。もう一個だけごめんね。今やったアムってありましたね。この、ほにゃららですっていう。このアムのこと、ここでいっか。アムのことを、こいつ、B 動詞っていう名前があります。前回英語の順番がさ、主語プラス動詞になるっていうのやりましたね。その動詞。英語では動詞が2種類に分かれます。1個がこの B 動詞。これ B 動詞って書いて B 動詞って読むんですけど、B 動詞。もう1個は一般動詞って言います。で、一般動詞はもうちょっと先です。もうちょっと先で勉強する。で、B 動詞っていうのは基本的に3種類しかないです。あとで2年生とか足されるんだけど、まあ3種類だと思っといて、B 動詞。で、その B 動詞の1種類がアムなの。っていうのを今頭の片隅に置いといてください。なぜかっていうと、次回の動画で詳しくやるので、いいかな。まあ、付け出しでね、いろいろ喋ってしまったんですが、今回この動画で押さえてほしいのは、I am。これで使うことによって、私はほにゃららです。I am not。これをつくことで、私はほにゃららではありません。そして、I am を短縮すると、I'm になる。いいかな。これを絶対押さえる。まあ、この辺も出ましたけど、ぜひこんな感じで、まずは I am、使いこなせるようになってください。では、今回はね、I am の動画や、内容をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。